元衆院議員の豊田真由子氏が30日関西テレビライブコネクトに出演し、ドジャースの大谷翔平投手の通訳を務めていた水原一平氏を違法賭博疑惑で解雇したニュースについてコメントしました。豊田氏は、いろいろ大谷さんの関与みたいな話が出てくるんですけど、私もアメリカに住んでいたので、システムとか言語が全然違うところで野球に集中したいという中では、家族同然に思っている水原さんに全部を任せるというのは十分想定されるので、私はみんなが信じていることが正しいと思います。大谷さんはお金に頓着されてないんだと思いますよ。さらに先まで振込代理権与えるとか委任状とかで権限与えるっていうのはまた判断だけど、そこで振込通知にメールが来るのを水原さんが大谷さんじゃなく自分に登録していたらセキュリティがあったって自分で全部処理できちゃうと知見を語りました。